警告だからね。よくあるこういう系が。ありがとうございました。あいつ頭いいからな。頭いいや。あじゃインテリ、インテリヤクザじゃない。インテリヤクザじゃない。インテリヤクザ。ちょっとダメなやつや。インテリヤクザで出てきちゃったら。とりあえずね。一服ね。とりあえず。ほんでもこのタバコ吸ってるシーンは本当に。演壇に行こう、行きましょう。あ、そういう情報収集もこれできんだ。そうみたい。すげえ。タバコ吸ってから行く。とりあえずね、タバコ吸わないと始まんないから。まず一服でいい。そう、来るよね、少し。まあね、予測的なところで。なるほどな、みたいな。ほら、新谷さんがいない。あの、ちょっと、はい。矢上。お前、新谷が戻るまで暇ってことやな。あ、確かにね。まあ、忙しくない。ちょうどいい。そんなお前にいい話が。あれ？バイトゥー。あれでれれれれ。バトル系でかっこいいのがあるのに。おお。ん？おお。バトル系でかっこいいのがあるってよ。カミ。おお。おお、なるほど。あ、なるほどね。この服装見たことある気がするけど、ええ、この服装いいやん。ああ、すまないな。この間、やられてなかった。ん？あれじゃない？ドンキホーテ。ドンキホーテ。ダメ。ドンキホーテ最強説はダメ。ダメだね。違った。ドンキホーテ最強説じゃなかった。じゃないと思う。そうか、じゃあ別か。あ、いらっしゃい。あ、初見です。あ、初見さんいらっしゃい。楽しんでってください。これで
見れるんだ。へえ。へえ。なるほどね。いろんな曲、極み攻撃が見れるやん。あ、そういうことか。いろんなのが出るのか。ああ。なるほど。少年隊が来てる、ね、すごい絵だけどね。これ仮に少年隊だった。まだいる、まだいる、まだいる。スライディングで、スライディングで、スライディングで釣っちゃったよ。とりあえず、あずささんに会いに。あ、これ。ハルキー。あずささん。溶けてる。これはもう初めまして、ありがとうございます。九州一番もちょっとラーメン屋かな。豚骨って書いてある、ラーメン屋だ。いらっしゃいませ。あ、うまそうだな。やべえ、超うまそう。これつけ麺がいいな。俺つけ麺がいいな。食いたくなっちゃう。気に入った。さ、行くか。マサはラーメン食いたくなってきた。ありがとうございました。いや、今日ありがとうございました。この人とか言って、もうこの枠でやっててラーメン食いたくなったらもうね、どえらいことになっちゃいますよ。確かにうまそう。砂糖を使うんだけど、砂糖の代わりに入れるものか。え、何に。奈良のラーメン、いいね。あ、斎藤たくまさんじゃないですか。あ、俺分かった。あれじゃない、蜂蜜じゃない。なんだと思う。蜂蜜。奈良のラーメン美味しかったですよ。あ、そうなんですよ。あの、高森さんに誘われてて、たくまさんも僕が行くとき遊びに来てください。野郎だけでワイワイしましょう。すげえ美味しそうなラーメンなんですから。ねえ、食いたくなった。はいはい。はいはい。九州一番星が来ました。そう、このたくまさんのあれで、ツイッターにさ、ラーメンの写真載ってて、それ夜中に見ちゃって、死ぬほど腹減ったの。連れてってくださいって言ったら、ぜひ。なんかいるよ。え、おかしい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 、すごくおかしいのがいる。すごくおかしいのがいるぞ。激写されてるけどさ、もう一切動かねえ。すごくね。もうだってこれ体当たりして落ちてるから。もうだって足ガツンって今言ったじゃん。ガツンって言ったよ今。すごいよ。はい、そうですね、絶対楽しいですよ。ワイワイやりましょう。やっぱ人だよな。そんな、そんな、いや、あれって忍者し、まさかな。おろまさか、おろ見つかったら、あおさ、ぜひ、あの、俺ら、あの、あれが関西遠征があるかもしれない。おお、関西遠征あるかもしれない。すごい。君も行くんだよ。時間がないよ。君も行くんだよ。時間がないよ。そんなね、捻出するしかない。無理です。捻出するしかない。無理です。おお、究極向こうにパソコン持っていくぐらいの勢いでいるから。ごめん。おお。
おりましょう。中森さんにおごってましょう。僕も全然おごりますよ。お前外人か。奥さんはいる。お、あの奥さんと、奥さんちょっとセクシー、セクシーな。いえ。あ、子供いなくなっちゃったのこれ。あらまあ。そしてもしかさっきの人外人だったの。わかんない。激カミ。いらっしゃいませ。フレンドイベント。寺原。八神です。あの。うん。世界に一つだけ。おっつ。おいおい。お花？お花じゃないのかい？今すあれを書いて。いらっしゃいませ。あー腹減った。確かに確かにちょっと食の話が過ぎたね。過ぎて。値段が過ぎてるね。値段がこれだけね。この2つだけね、桁1個違う。おかしいな。あ、上もか。その4000円のやつで4000円のやつとか怒られちゃうね、逆に。仕事もおりますね。ありがとうございます。ありがとうございました。またぜひ遊びに来てください。ああ、そういうことね。すげえドライな、ドライな。あ、そうだよね。おい。子供からしたらそうだよね。
安いよ。とりあえず安いんだよ。山見さん、はい、高いんだね。知らなかったけど高いんだね。高いんだよ。いい値段するやん。基本ね、あのね、ここまでしあのストーリー重視やってるからね、今はプライベートじゃないから。確かに。いやでも技にしようぜ。技にしてね。そしたらあの技のとこが3面できる。うまくうまくガシャって取って。いらっしゃいませ。極端に言えば高くね。高い。こんなにするかな。私生活で普通に買ったらだってジャックダニエルってさ、1000円ぐらい。ああそうだよね。やっぱあれだね。値段が。確かに。ちょっとね。ちょっとね。ありがとうございました。一緒じゃない？450ぐらい。50ぐらいかな。面白いね。タバコの値段とかも。だからそういうところであれなのかな。ちゃんとうまくこう切れるのかな。スタミナ X が有効だよ。だなるほど。ありがとうございます。ありがとうございます。悪そうな顔しちゃったな。いやいや、顔の男って。ふん、何は？決定的だね。あ、めっちゃ恥ずかしいやん、そんな。うるさいよ。
汚ねえやり口。スマホ写真が汚ねすぎるわ。確かに。グハニートラップ確かにあり得る。ねえ。怖い怖い。なるほどね。なんかめんどくさいことになってきたね。なんかまたあれかな、浮気調査的なのやろうかな。ここはまさしくあれじゃないですか、ね、後ろ姿このあれを見てさ、これちゃんみたいな。まあね、可能性もあるよね。そうそう、ここは、お、いらっしゃいませ。安くね？安いよね。安い、あ、こんぐらいでしょ。これトップってさ、うん、ラーメンで言うと多分二玉的な扱いで、うん、まあ、こりゃうまい。さ、でもさ、スタートが高いな。400円だと。ありがとうございました。ありがとうございました。お、ラッキーさんもそう思うやろ。だって俺言うていい、俺ガキやないで、俺ザッキーやで。ザッキーね。ザッキーやで。俺ガキ好きやけども。ヤナミさん、なればいいじゃん。ガキ、そしたら一回詐欺やるよ俺。うちの動画にガキ来たっていう詐欺やったら多分大変なことに。まあ多分ね、煙も起こんないと思うよ。はい、で信じたい。信じよ。で俺らみたいなね、やつがそんなさ、怒られるかもしれない。多分怒られると思う。 YouTube サイドからのお叱りがあるかもしれない。ちょっと怖い。怒られないの、怒られるのっていうか、一回怒られたけどね。うん、竹奥の方で。あれはね、ほんとね、ダメよ。あの辺がちょっと見逃してほしいかな。詳しくは言えないね。うん、詳しくは言えないけど、見逃してほしかった。見逃してほしかった。建物だ。ありがとうございます。白い建物。これだ。満室です。